ただくきっかけをですね、皆さんにご提供できたらと思ってます。さんの日本最後の戦場ジャーナリストとしての生き方が注目され話題になりましたね。しかもこの度国際報道自由賞まで受賞されました。今このことを一番伝えたい相手は誰ですか？両親とある少女です。ある少女とは？私に戦争のことを考えるきっかけをくれた少女です。中東で出会った方ですか？その女性とは恋愛関係にあったんですか？玉木さん、結婚のご予定なんか？いや、自分ちょっとタレントじゃないんで、すいません。ちょっとそろそろ次の予定あるんでごめんなさい。いや、一言、どのような女性なの？年齢と